気持ちが伝わる日本語会話。基本表現180。ユニット81161。上の空。1。今の話聞いてた上の空みたいだったけど。すみません。ちょっと考え事をしてました。今の話聞いてた上の空みたいだったけど。 すみません。ちょっと考え事をしてました。今の話聞いてた上の空みたいだったけど。すみません。ちょっと考え事をしてました。2>, 2。ん何か言ったまるで上の空だね。ん何か言ったまるで上の空だね。 何か言ったまるで上の空だね。162、迂かつ。1>, 1、彼に電話番号を伝えてしまったのは迂かつでした。それは失敗しましたね。彼に電話番号を伝えてしまったのは迂かつでした。それは失敗しましたね。 彼に電話番号を伝えてしまったのは迂闊でした。それは失敗しましたね。二、迂闊にもデータを消してしまって困っています。大丈夫最近なんか上の空って感じ。迂闊にもデータを消してしまって困っています。大丈夫 最近なんか上の空って感じ。うかつにもデータを消してしまって困っています。大丈夫最近なんか上の空って感じ。ユニット82163謎 1, 1あの人結婚しているかどうか謎なんだよね。 そうだね。あの人結婚しているかどうか謎なんだよね。そうだね。あの人結婚しているかどうか謎なんだよね。そうだね。二、これでやっと謎が解けた。本当これでやっと謎が解けた。本当 これでやっと謎が解けた。本当 ?164 微妙 1, 1全部で2万円で足りると思ううーん、微妙だな全部で2万円で足りると思ううーん、微妙だな 全部で二万円で足りると思う。うーん。微妙だなあ。二。彼はどう。結構イケメンだよね。そうなんだけど。なんか微妙だなあ。謎っていうか。何考えてるかわからない感じ。彼はどう。結構イケメンだよね。そうなんだけど。 なんか微妙だな謎っていうか、何考えてるかわからない感じ。彼はどう結構イケメンだよね。そうなんだけど、なんか微妙だな謎っていうか、何考えてるかわからない感じ。ユニット83165551 明日の試合どっちが勝つかな前評判はゴブゴブみたいだけど。全然予想できないね。明日の試合どっちが勝つかな前評判はゴブゴブみたいだけど。全然予想できないね。明日の試合どっちが勝つかな前評判はゴブゴブみたいだけど。全然予想できないね。2> 2 今日の会議で結論が出るかどうか五分五分だね。そうだね。今日の会議で結論が出るかどうか五分五分だね。そうだね。今日の会議で結論が出るかどうか五分五分だね。そうだね。166どっちもあり。1この表現とこの表現 どっちがいいかなそうだなどっちもありじゃないこの表現とこの表現、どっちがいいかなそうだなどっちもありじゃないこの表現とこの表現、どっちがいいかなそうだなどっちもありじゃない2 この場合はどっちもありで決められないね。うん、五分五分かな。この場合はどっちもありで決められないね。うん、五分五分かな。この場合はどっちもありで決められないね。うん、五分五分かな。ユニット八十四百六十七。 なんか変。一。<1 S 1> よくわからないけど、この学校なんか変じゃない先生がよく変わるし。そうだね。よくわからないけど、この学校なんか変じゃない先生がよく変わるし。そうだね。よくわからないけど、この学校なんか変じゃない先生がよく変わるし。 そうだね。二、周りの人はんか変なんです。全然挨拶してくれないんです。ええ、何それ。周りの人がなんか変なんです。全然挨拶してくれないんです。ええー、何それ。周りの人がなんか変なんです。全然挨拶してくれないんです。えー ええー、何それ ?168、怪しい。1、1> さっきからなんかへん、ニヤニヤしちゃって怪しいな。別に、気のせいだよ。さっきからなんかへん、ニヤニヤしちゃって怪しいな。別に、 気のせいだよ。さっきからなんか変。ニヤニヤしちゃって怪しいな。別に。気のせいだよ。に、あ、5時だからそろそろ帰る。怪しい。携帯気にしてるし。あ、5時だからそろそろ帰る。怪しい。 携帯気にしてるし。あ、5時だからそろそろ帰る。怪しい。携帯気にしてるし。ユニット85169おかしくない 1, ?1 この表現っておかしくないそうだね。普通こうは言わないね。 この表現っておかしくないそうだね。普通こうは言わないね。この表現っておかしくなないいそううだね。ね。普通ここは言わない、ね、<に>こういう決め方っておかしくないですか不公平だと思いますけど。こういう決め方っておかしくないですか 不公平だと思いますけど。こういう決め方っておかしくないですか不公平だと思いますけど。170。どうかと思う。1。何も連絡しないのはどうかと思うな。メールくらいしといたらそうだね。何も連絡しないのはどうかと思うな。 メールくらいしといたらそうだね。何も連絡しないのはどうかと思うな。メールくらいしといたらそうだね。二。彼のあの発言、ちょっとおかしくない私もあの場であんなことを言うのはどうかと思った。彼のあの発言、ちょっとおかしくない 私もあの場であんなことを言うのはどうかと思った。彼のあの発言、ちょっとおかしくない私もあの場であんなことを言うのはどうかと思った。ユニット86171この程度、その程度、あの程度1この人は語学が得意だって言ってましたね。 ええ、でもこの程度の語学力ならうちでは使い物になりませんよ。この人は語学が得意だって言ってましたね。ええ。でも、この程度の語学力ならうちでは使い物になりませんよ。この人は語学が得意だって言ってましたね。ええ。 でも、この程度の語学力なら、うちでは使い物になりませんよ。2>, 2。その人、日本語は N3 以上かなその程度のレベルは最低限必要ですけど。大丈夫だと思います。その人、日本語は N3 以上かなその程度のレベルは最低限必要ですけど。大丈夫だと思います。 その人、日本語は N3 以上かなその程度のレベルは最低限必要ですけど。大丈夫だと思います。172。何々ポッチ 1>, 1。え、これポッチで1万円 1> ちょっと高すぎるよね。え、これポッチで1万円 ちょっと高すぎるよね。え、これっぽっちで一万円ちょっと高すぎるよね。二、その程度の品物ならどこでも買えますよ。でも、予算が五千円ポッチじゃ大したものは買えないよ。その程度の品物ならどこでも買えますよ。でも、 予算が五千ポチじゃ大したものは買えないよ。その程度の品物ならどこでも買えますよ。でも、予算が五千ポチじゃ大したものは買えないよ。ユニット87173何々しか 1, 1こんなものしかありませんが、よかったら持って行ってください。 ありがとうございます。こんなものしかありませんが、よかったら持って行ってください。ありがとうございます。こんなものしかありませんが、よかったら持って行ってください。ありがとうございます。二。うちは本当に田舎で周りに山しかありませんけど、どうぞ遊びに来てください。ありがとうございます。 じゃいつかぜひ。うちは本当に田舎で周りに山しかありませんけど、どうぞ遊びに来てください。ありがとうございます。じゃいつかぜひ。うちは本当に田舎で周りに山しかありませんけど、どうぞ遊びに来てください。ありがとうございます。じゃいつかぜひ。七十四。 何々なんか。一、これすごくいいね。これにしようかな。ええー、私なんかとても買えない。これすごくいいね。これにしようかな。ええー、私なんかとても買えない。これすごくいいね。これにしようかな。 へえー、私なんかとても変えない。2. 2あの学校なんかまだ去年できたばかりでしょ大丈夫かな知ってる。でもうちの子じゃあそこしか受からないかも。あの学校なんかまだ去年できたばかりでしょ大丈夫かな知ってる。 でもうちの子じゃあそこしか受からないかも。あの学校なんかまだ去年できたばかりでしょ大丈夫かな知ってる。でもうちの子じゃあそこしか受からないかも。ユニット88175こんな、そんな、あんな1 いくらなんでもこんな状態じゃ売り物になりませんよ。そうですね。これはダメですね。いくらなんでもこんな状態じゃ売り物になりませんよ。そうですね。これはダメですね。いくらなんでもこんな状態じゃ売り物になりませんよ。そうですね。これはダメですね。 2. 彼はどうするあんな人をほっとけばいいよ。彼はどうするあんな人をほっとけばいいよ。彼はどうするあんな人をほっとけばいいよ。176. たった 1. 1いくらもらったのたったの1000円。 ケチだよね。いくらもらったのたったの千円。ケチだよね。いくらもらったのたったの千円。ケチだよね。こんな小説読む人いるでしょうかでも、たった百円ならいるかも。 こんな小説読む人いるでしょうかでも、たった100円ならいるかも。こんな小説読む人いるでしょうかでも、たった100円ならいるかも。ユニット89177何々でも 1, 1免許取ったんですね。そうなんです。 こんな私でも運転ができるようになるなんて、感激しました。免許取ったんですね。そうなんです。こんな私でも運転ができるようになるなんて、感激しました。免許取ったんですね。そうなんです。こんな私でも運転ができるようになるなんて、感激しました。 どんなものでもプレゼントをもらうとうれしいです。そうですね。どんなものでもプレゼントをもらうとうれしいです。そうですね。どんなものでもプレゼントをもらうとうれしいです。そうですね。178ほんの 1, 1これ、ほんの気持ちですが、 受け取ってください。ありがとうございます。これ、ほんの気持ちですが、受け取ってください。ありがとうございます。これ、ほんの気持ちですが、受け取ってください。ありがとうございます。二、彼と喧嘩でもしたのうん。 原因はほんの小さなことなんだけど。彼と喧嘩でもしたのうん。原因はほんの小さなことなんだけど。彼と喧嘩でもしたのうん。原因はほんの小さなことなんだけど。ユニット90179せめて1

せめてお茶だけでも飲んでいってください。ありがとうございます。じゃあ。せめてお茶だけでも飲んでいってください。ありがとうございます。じゃあ。せめてお茶だけでも飲んでいってください。ありがとうございます。じゃあ。180、いまいち。1>, 1、新しいカフェ。 どうだったうん、雰囲気がいまいち。せめてコーヒーが美味しければよかったんだけど。新しいカフェ、どうだったうん、雰囲気がいまいち。せめてコーヒーが美味しければよかったんだけど。新しいカフェ、どうだったうん、雰囲気がいまいち。 せめてコーヒーが美味しければよかったんだけど。2<に>、この絵、いまいちじゃないそうだね。この部屋の壁には合わないね。この絵、いまいちじゃないそうだね。この部屋の壁には合わないね。この絵、いまいちじゃない そうだね。この部屋の壁には合わないね。